これは面白いな。どうもこんにちは、ハルク・ホーガンです。いや、レオパルドの愛称でございます。おい、さてさて、今日はですね、久しぶりのイベントでございます。銚子フードマルシェというのに来ております。私今日はこちらでですね、司会を担当させていただくことになりました。いや、新しいマスクにしまして、非常に喋りやすいし、これなら物も食えます。いいですね、最高でございますよ。さあ今日はですね、このフードマルシェの方ね、いろんなキッチンカーとか体験ブースがありますんで、そちらもご紹介しながらですね、皆さんにこのイベントをね、ざーっと見ていただこうと思います。それでは早速、銚子フードマルシェに行ってみるぞ。ピュアバルーンさんです。はい、ヨーヨー釣りですね。はい、ヨーヨー釣りです。ね、ピュアバルーンさんね、いろんな風船のね、こういうのやってるんですよ、ピュアバルーンさんって。素敵でしょ、ね、よろしくお願いします。ピュアバルーンさんです。こちらブラッキーズさんです。これは何だろう、なんかパチンコみたいな感じ。そうですね、この卵型したボールをこう置いて離すところがあります。ほうほうほう。あ、でどこに入るか。そうです、ゴールが3個あって、ゴ、ールに入った数で計算。あー、なるほど。でこっちも同じような感じですね。はなに、こっちはまた違う、やり方が違くて、ボールが丸いんです。ボールが丸い。あ、さっきのは楕円ですもんね。ここに入れると、ここに入れるのか。前が出てきた。で、あ、出てきた。パチンコのように。おー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 、こういう感じで、でこれでゴールに入れば OK と。そうです。わー、入った。こうすると景品がもらえるということですね。入った数で。あ、これは楽しいね。はい、あ と隣でもなんかあれかな、キャラクター。キャラクターヨーヨーと。ヨーヨー、はい、何何何何何、クワガタとか。クワガタ、何何、あ、すげー、何これ。あ、これ当たりました。何当たったんですか、これ。え、うわ、すげー、虹色クワガタだ。じゃあちょっとね、子供に混じって私もやらせていただきましょう。はい、じゃあ、はい、ありがとう。じゃあギャラクシーボールやろうかね。5ゴールで1等。はい、で3ゴールで2等で、1ゴール2ゴール3等ですね。はい、で3箇所があるということですね。はい、わ、はい、かりました。え、何個投げられるんですか。5球投げられる。5球いく、はい、よし、じゃあ1等目。よし、2ゴールで3投。2球おまけで。え、嘘。ありがとうございます。ラストラスト、本当のラストだこれ。はいはい、いけ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 、これ入れば2投いけるよ、これ。いけ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 。3ゴールだから2等、はい、2等は何もらえるんですか。2等は、うん、日本刀。やった。やった、ありがとうございます。やった、刀取ったぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ブラッキーズさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。リコちゃん、何買ったの。もうメロンじゃん。さすがだね、銚子の PR を忘れてないね。銚子のメロンシャーベットです。おいしい。それうまいよね、当たり前よね。これ銚子のメロン、よろしくお願いいたします。ピーカンズキッチンさん、妖精が魔法をかけたパンケーキ、これは買わざるを得ないんじゃない。そう思いますね。でも弟、現段階でソールドアウト。あおんあおんああおんああああおですよ。ピーカンズキッチンさんのこれ何？パンケーキなのこれ？これ？パンケーキカップに入ってんの？すごくね。マンゴー？
とベリーソース、生クリームとメロンのパンケーキ、もうなんだかわかんねえよ。もう一回言うよ、マンゴーアイスとベリーソースと生クリームとメロンのパンケーキと。もう何がなんだかわかんないけど、とてつもなく美味しそうね。いやこれすごい、ピーカンズキッチンさんのパンケーキ、これ見かけたらぜひ買ってみてください、すごいです。トゥクトゥクさんです。トゥクトゥクさん今日金魚すくいやってますね。でね、ずっと気になってるのがね、これなの。俺今日ちょっとこれをやります。よしやろう、一回行こう、三個、よし行くぞ、またよし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 よグリーンホワイトが当たりました。あ、おしゃれじゃね、組み立てるバージョンじゃん。じゃあこれ後で部屋にね、でも飾りましょうです。これあの駅前のトゥクトゥクの駅っていうところがあるんですけど、本当駅前です。そちらにあのこれガチャガチャありますんで、皆さんぜひこれねガチャガチャ駅前にあるんでやりに来てください。グッズも可愛いです、ほらね、こういうのでっかいやつ、ちっちゃいやつ、こういうのトートバッグ、かわいい T シャツ、こういうのは普通の あっちでも売ってるんですか、あのお店のお店というか、まあ、売ってるということなので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、え、なんかお知らせがあるということで、お知らせがあるんですけど、9月の9月、最終の23、24、25、はい、3日間通しで、はい、千葉の幕張イオンで、タイフェスがあるので、はい、その時に、6台4人乗り3台と、はい、あとロングタイプが3台運行しますので、幕張ですね、幕張のイオンですね、ということなんで皆さん、9月、ね、幕張に来てください、ね、長身のトゥクトゥクもじゃあ行くということ で、 そうです、よろしくお願いいたします。スタービーズさん完売してます。残念、チキンオーバーライス食べたかったけど、まあ、また今度の機会ということで、マカレー屋さんのキッチンカーが出てます。こちらでですね、マラサダとかが売ってますね。レモネード美味しそうだね、暑いからちょうどいいね。以前 YouTube でも紹介したティーズキッチンさん、今日はかき氷とか唐揚げを販売してまして、すごい行列ができてます。もう午前中から行列が絶えることがないです。こちらお味さんという、ね、ピザですね。こちらこんにちは、見えるかな、これほら石窯がキッチンカーの中に石窯があるんですよ。でそこで焼きたてのピザを味わえるということなんですよ。これすごいでしょ、なかなかないと思いますよ、こういうキッチンカーで。メニューがね、メニューがすごいの、こんなにあるの、ほらすごくね、いろんなね、美味しそうなねピザがいっぱいあります。ありがとうございます。中は熱くないですか。熱いです、中は地獄ですやっぱりそうなんですか、はい、あのどこで主に市役所ですか。東市駅前の、はい、市役所、あとは最近あのルネサンスっていう祭りしろプールの、あ、はい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 、駐車場でも違う、はいはい、あ、そうなんですね、はい、じゃあ皆さん、見かけましたら、緑色のキッチンカーです、こういう感じのね、見かけましたら美味しいピザ買いますんでよろしくお願いいたします。すいません、ありがとうございます。どうもです。今これ頼みました、キャラメルアイスとチョコソースと生クリームとバナナとパンケーキです。こちらを頼みましたんでね、お楽しみに。すげえ、ありがとうございます。これがキャラメルアイスとチョコソースと生クリームとバナナとパンケーキというものです。パンケーキ乗ってんの、パンケーキですよこれ。すげえ、すごい、これすごくない、パンケーキですこれこんなんある、これなんか店員さんが可愛いんだよな。そうです、でも香りのことはたまたまです香りのことはって、アンドリバーさんです。
グリルチーズサンド売ってます。こちら私の YouTube でもねご紹介いたしましたが、今日もこちら出店してくれてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ハンドマッサージです。おお、気持ちいい。本当ですか？これはあれですか、そのアロマなんですね。あ、アロマです、アロマです。どんな効果があるんですかこれ？リラックス感。ああ、なるほどね。とあとちょっと、まあ、全身マッサージじゃないので、はい、まあ、ちょっとしたあの癒し効果という。なるほど。ああ、ちょっと部分的な疲れを。ああ、いいですねそれはね。今度は反対の手です。肩凝ってるとかっていう人はいきなり肩揉まない方がいいそうです、うん、この先からやった方がいいんですよね。そうです、温めて。温める、この手を温めるって感じですね。でそれから肩やるんですか？はい、はい、ということです。肩も、はい、手やるよりはちょっと触った感じでやってもらった方が、うん、まあ、撫でる感じですか？撫でる感じの方が、まあ、いいと思います。なるほど。いきなりやるよりは。よいしょ、おいで。大丈夫よ。大丈夫でしょ。よしよしよし、うん、大丈夫よ。うわ、かわいい。でっか。何歳ですか？5歳。あらよ。おー、すごいすごい、かわいいね、あなた5歳か。もうこれがもうだいたい、うん、もう成長、うん、他がもうできちゃってるから。あー、なるほど。はい、というわけで、今日は千元様のね、行われている日に同じ日に、長寿フードマルシェというのが行われました。まだねフードマルシェの方、行われている最中なんですが、一旦ですねこちらの動画はね終わりにしまして、私もちょっともうメイクもボロボロに取れてますが、まあそれはそれで本当にねなんかバタバタとした一日でしたが、楽しい一日でした。たくさんお客さんも来ていただいてね。それではただねこの動画こちらでお開きと。はい、よろしければチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いいたします。いやー、暑い。というわけでもう帰ろうと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。レオパルドンの愛称でございました。